東京エクセレンスは東京都板橋区をホームタウンとして B3 リーグに所属しているプロバスケットボールチームである。チーム名はストライブフォーエクセレンスという意志のもと常に自己向上の努力を惜しまない思いを込めている。チームカラーはグリーンとオレンジ。グリーンは元気で自然なイメージ、オレンジは情熱を表現。またチームロゴは人と人がクロスする笑顔が 交わるといったクロスをイメージ。ホームタウンである東京とエクセレンスが立体的に交わるようなデザインになっている。また右上にあるボールはエクセレンスの魂をイメージしている。2017年2月18日にお披露目された。相性はユニフォーム背面の東京エクセレンスの略称テックスをホームゲーム MC が テックスと勘違いしたことがきっかけで命名された。母体は、スポーツドクターであり、北海道大学時代に、インカレ出場経験ユース、辻周一の手で2002年に創設された、クラブチーム、エクセレンス。最高成績は2004年の全日本クラブ選手権3位。エクセレンスの運営は2004年より特定。非営利活動法人にエミネクロスススポーツワールド、2006年からは、 株式会社東京エミネクロスクラッシャーが担っている。2007年より指導した、申請 JBL に参入申請したが、内定に至らなかった。2013年6月23日、ナショナルバスケットボールリーグの下部として発足される、ナショナルバスケットボールデベロップメントリーグに、NBL 参入の権利が得られる、巡回員としての参入が決まる。8月3日、チームの運営にあたる、 一般社団法人カルティベーティブスポーツクラブを登記完了。東京エクセレンスは辻がゼネラルマネージャーに就任してプロチームとして活動し、エクセレンスは東京。初代ヘッドコーチには過去にレノバ鹿児島を率いたマイケル・デービッド・オルソンが就任。2016から17年度は B2 に配置された。これは 将来的に、板橋区内に B2 の開催基準を充足する3000人、程度規模収容のホームコート建設に向けて調査を。しかし、2016年10月、板橋区から短期間で調査、調整することは困難となったとして、今後の B2 基準を充足する、体育館の調達、調整を目指したが、そのめどが立たず、かつ、現在使用している、あずさは体育館は、 B にライセンスを充足できてないことから、2017年4月、2017から18年度の B にライセンス不交付となることが正式に決定した。これにより2016から17シーズンの結果を待たず、翌年度からはセミプロによるサンブリーグ B3、またはそれ以下のクラスに降格することが決まった。同クラブの講演会は、2017年4月29日、将来的に、 B1 昇格が可能な5000人以上収容が可能な体育館の建設を求めて署名活動を実施した。公園会長の山沢直氏は今期のエクセレンスの主催試合はほぼ満員で板橋区に根付いている。板橋のスポーツ文化を発展させるためにも建設に望みをつなげたいとしている。一方で板橋区は当初将来的に3000人収容のアリーナ建設に向けて 調査、調整を開始するを掲げていたが、後に撤回された。2018年7月に建設機械、特装車の大手メーカーである、加藤製作所が、運営会社の株式会社定数の株式を全取得し、同社の子会社になることを発表した。2018年12月に、同社の本社に専用練習場として、加藤ファクトリー ARENA が完成した。 もともとは工場だったが県外に大型工場を建設したことにより物置になっていた場所をバスケ専用の練習場に改築した。2019年4月9日、2023から24シーズンにより東京23区内に計画されている新設アリーナを利用予定を条件に B リーグから B にライセンスが交付された。そして4月27日にファイナルステージ1位が確定。 年間1位も確定して2019から20シーズンの B にリーグの自動昇格が確定した。ところが新設される予定のアリーナが建設計画見直しとなって計画自体が白紙撤回となったため B にライセンス基準を充足するホームアリーナ確保が困難となったため2020年3月27日2019から20シーズンに関する 分配金の停止。さらに、来期の B2 への参加資格を得られなかったと発表した。2021-22シーズンからホームタウンを横浜市に移転し、B にライセンス基準を充足する中区の横浜武道館をホームアリーナとすると発表した。チーム名も横浜エクセレンスに解消されることになった。なお、横浜市内には、すでに B リーグクラブとして横浜 B、 コルセアーズが存在するが、B コルセアーズは、続き区、港北区、青葉区の北部エリアをホームタウンとして活動するのに、対し、エクセレンスは中区、西区を中心とする南部エリアで、主に活動するという考えを示し理解を得ることが、できた。将来的には、B1 ライセンス基準を充足するアリーナとして2024年完成予定の横浜ユナイテッドアリーナへの移転を視野に入れている。 2021年4月、2021から22シーズンの B にライセンスが交付された NBDL エクセレンス、東京エクセレンステースに関するカテゴリー。ありがとうございます。